はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画なんですが、メンテ明けでね、届いてなかったチケットが届いたりとか、ゼロ祭りが来たりとかしました。で、翼記念パックは、まあ、一番安いやつはね、とりあえず、まあ、得っちゃ得なので、買っといたんで、今回はね、ちょっとゼロ祭りは次の動画で撮ることにして、これをね、リリース283日記念のステップアップのステップ4と5を引いていこうと思います。まあ、これに関してはね、ちょっとね、まあ、メダルの交換の件で、まあ、微妙な感じにはなったんですけど、まあ、とりあえず、ステップ5までかな、俺は。まあね、全部星3っていうのもちょっと見てみたくはあるんですけど、まあでもやっぱりね、技能持ち若島津くんの方が欲しいかなってことで、まあこれはね、回せる分の2回でステップ5までってことにしようと思います。じゃあ、早速ステップ4引いていきましょう。いきます。おい、あ、これ確定分だけか。ちょっと。ぬか喜びだったな。まあ、1個はね、確定なんでね。まあ、ここから何が出るかと、道中の金が、何ってするかどうかだね。まあ、ちょっとしない気がするんだけど。まあ、お詫びにね、いいのが出てほしい。と思います。さあ、まあ道中は全部金っぽいね。はい、そして最後の確定枠で何が来る。あー、この見過ぎくんは技なんだっけ。あー、貴公子、フィードの貴公子、ずいぶん懐かしいものが出たな。これちょっと、まあ、バッチメダルだね。はい。ってことでね、じゃあ、ステップ4微妙だったな。星3確定とはいえ。じゃあね、次ね、おそらくこれが俺が回すね、最後の、翼記念ステップアップガチャになると思うんですが、まあ、星3のね、今度中学生確定なんで、これでね、まあ、何が欲しいかなっていうと、なんだろうな。中学生確定だったら、まあ、石崎くんの技能持ちのやつかな。この中だと。そうだね。うん。じゃあ、技能石崎を、なんか変だな、喉が。技能石崎くん、来てくれ。さあ、お、これ2個だな。よし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 、2個は嬉しい。この時点で確定してる2個は嬉しい。さあ、あとは、引けるかどうかだね。当たりのキャラを。さあ、お、あ、新田は新田で、これ悪くないぞ。技能新田持ってなかったから、そっちかーって感じはするけど、ジャンピングボレー、はやぶさシュート、なるほど。まあ、はやぶさシュート EX を諦めただけのことはあるか。そして最後の枠が何か。最後の枠が何か。さあ、技能石崎来い。あー、まあ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 、佐野くんどっち。あ、これオーバーヘッドか。あ、オーバーヘッドか。どうしよう、そっちか。ドリブルなら星5にできると思ったけど、これはこれで新しいスキルか。うん、悩ましいな、それも。まあ、技能に行ったは、なかなかいいんじゃないか。
そして、こっちについても軽技オーバーヘッドじゃない方だと星5にできたけど、こっち新しくか。まあ今ね、あの自動とのコンビネーションのやつがついてるから、まあこっちだったら自動なしでも打てると。ただまあ佐野くん使うとき自動入れるからな、絶対。そういう意味ではまあ、うん、ドリブル被った方が嬉しかったけど、まあいいか。はい、ってことでね、まあリリース283日記念のステップアップガチャは、ステップ5まで、半分まで引きましたが、まあこの辺にしておこうと思います。でね、まあ長くなっちゃうから一回区切るけど、多分すぐゼロ祭りの方を引く動画をね、あげようとは思うので、まあ優勝1回だけ今引いちゃおっか。はい、ここで星さん来てくれると来ないよね。そうだなのはいいんだけど、星2じゃないんだな。はい、ってことで、一旦区切ろうと思います。ありがとうございました。